川さんが亡くなってからこうやって言うてるけど、20年前にメディアとか、なんでジャーナリストが記者にしたらもう、あんたらかって溜まってたんじゃんかいと。だからテレビ局にも調査チーム置いた方がええと思うと。その時のプロデューサーとかも全部忖度していったんちゃうのって。ほんで、保証の部分とかもあるねんけども、俺ところにいっぱいコメント言って、こんなことっていうのも、SNS でね、これが真実かどうか知らんけども、ジャニーさんのお別れの会出てた方とかも、なんかこれが出てから削除してんのよね。ジャニーさんにお世話になったって言うてんのに反対の意見言い出してるとか。だからそういうところもいっぱいあるから、この問題根深いなとか思うのよ。違うもんで、またことが出てくるのちゃうかなとか思ってる。